皆さんこんにちは。突然ですが、こちらをご覧ください。ドクトエのピカチュウですね、かわいい。実はこれ、HTML を使って、ウェブ上に作ったものなんです。今日はその作り方を紹介していこうと思います。今回参考にしたのはこちらの画像。正方形のマス目が、縦横20マスずつあります。マス目を HTML で作った後、CSS で色をつけていく流れでいきましょう。それでは早速、レッツラゴー。まずはキャンバスとでも言うべき全体を覆う要素を作ります。 ID はピカチュウにしますかね。そしたらその中にマス目に当たる要素を作ります。ドットというクラスをつけたものを1行20個 ×20 列です。コメントで行数を書いておくとわかりやすいですね。コピペしていきます。これで計400個のマス目ができました。次にスタイルタグを使って CSS を変えていきましょう。最初に作った ID ピカチュウはまず適当な大きさの正方形にします。次に中にある400個のドットをマス目上に並べるためにグリッドを使います。縦横それぞれ20等分するため 5%×20 個で分割していきます。この辺の書き方はもうちょっといいやり方があると思います。次に中のドットのスタイルを変えていきましょう。ID ピカチュウが縦横200ピクセルだったので、1マスあたり10ピクセル四方ですね。あとは使う色ごとにクラスを指定しておきます。今回使うのは、黒、グレー、黄色2色、白、茶色、赤の7色です。これで OK。茶色を作り忘れてるので、この後作ってます。それじゃあ、画像を見ながら、対応するマスに色のクラスをつけていきましょう。
これで全ての色が付け終わりました。あとは背景に適当な画像を指定すれば。ピカチュウの完成です。HTML はプログラミング言語とは違い、環境設定しなくても誰でもすぐに書ける言語です。暇だったらやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。